皆さんごよ用カプマサツのお時間です。滝沢。秀明氏の設立した芸能事務所の 2B が8月、11日に東京ドームでチャリティーイベントを開催すると発表しましたこのイベントで、は所属タレントたちによるスポーツ競技が行われると報じられています 2B の発表に、よると8月のイベントではの半島自身の 復興チャリティーイベントとして42。ヒローズプロジン東京ドームと対した。スポーツ競技イベントを行うとのことまた。出演者は三宅県北山広光ナンバー IIM。ウィンクファースト d パルズトレーニーを。予定していると言い,います芸能記者そんな中。デニー B がスポーツイベントを開くことに。ついてネットでは物をかもす事態となってい。 マスその理由は、滝谷に b のタレントが過去に所属していた旧ジャニーズ事務所でも、タレントたちが2チームに分かれて行う、スポーツイベントジャニーズ大運動会を定期的に行っていたことにあるようです。過去の事例や関連を思い出させることから、一部旧ジャニーズファンからは TOB が、やってることはジャニーさんのやってた。 ことと同じじゃんものにやめてやりたかった。ことがこれなのなどと拉致な意見が自体へと。発展していますただし、その一歩で運動会。なんて昔のアイドルや野球選手もやってた。だから、急ジャニの運動会も、その流れの一。つでしかないよね、復興支援にもつがるんだ。から素晴らしいことだと思うけどと、こういまて。 内見も上がっておりファンの間でもこのイベントの開催には賛否が分かれるようです。さらに 2B のイベントに参加するに対してはより一層心配の声が集まっていると言います平野詩人宮寺ゆうたきしゆうたによるグループナンバー I はこの夏8月11日にロックインジャパンフェスティバル8月17と18日にサマー ソニックとそれぞれの大型フェスに出演することが決定しています。しかし11日はロックインのヒルステージに立った後そので東京ドームに向かい同日開催の 2B スポーツイベントに出演する予定となっているのです。今年も猛暑が予想されるだけにファンの間では炎天下のロキから 2B 運動 会はハードすぎない嬉しいけど心配体力。大丈夫なのかな楽しみだけど無理だけはし。手欲しくないと上スケジュールを心配する。声が上がっています全室芸能記者。夏フェスでは観客の多くが熱中症を訴える。間もないまま客席で倒れ込んだり意識を。失ったりするケースもあるだけでなく出演。 物ものも、あまりの暑さに体調が、もしくはて演奏できる状態にないなどの、過酷なニュースが毎年見受けられますぜひ、ナンバーアイのファンを裏切らない気持ち、を上ぎにする精神と共に自らも守りながら、活躍してほしいですね。そして、そんな、ナンバーアイは10月13日愛知スカイ。 エスポヤ街特設会場で開催するビアードミュージックフェスティバル24の第2弾アーティストのスペシャルゲストとしてナンバーアイの出演も決定したばかりでラッパーやヒップホップミュージシャンの出演がメインとなり数々の出演者たちも国内外を盛り上げる実力者ばかりのこのイベントにナンバーアイの3人が呼ばれた とあってファンの間では大盛り上がりと。なっています4月には世界最大級の音楽。フェスのこちらにも出演し大きな話題と。なった平野小山神宮寺ゆうた三眼ゆうた。3の3人によって結成されたグループ。ナンバーアは9月23日には初のフル。アルバムがリリース予定ということからも。 報道では絶好のタイミングでの出演と調査。出ています当日の出演時間は日没後の18、19時頃での20分間を予定しており、どの曲をどんなパフォーマンスで行うのか、期待の声が多く寄せられています。さらに7、日同じくナンバーアイの平野翔さんが自身の、インスタグラムのストーリーズを更新、 滝沢秀明氏が設立した芸能事務所 2B に、所属してから1年が経ったことを報告した。ことでファンからは祝福のメッセージが、多く寄せられていますレモンが浮かぶ。おしゃれな飲み物が生えグラスに刺された。ストローを口にする今とは雰囲気の違う。長髪の平野氏さんの横顔の写真を統合され、 ました今日で俺とじは一年だね、一年前の俺。はかめちゃくちゃ長いね。コングラチュレーションズと同じ。タイミングで 2B に所属した神宮寺さんの。名前も出しながら過去を振り返りました。平野さんと神宮寺さんの二人は昨年の7月。7日に 2B 公式 YouTube チャンネル。の生配信に登場 2B に所属することを発表。 し大きな反響を呼びました同年10月15日には騎士ユタさんの所属も発表すると同時に3人組でグループを発足することが告知されナンバーアイが始動しました今年元日にファデビュー曲のゴートが配信され3日で1000万再生を記録しその後は,は目指しテイタ海外進出を果たしアメリカ最大級の 音楽フェスコーチェラフェスティバルに登場国際的ミュージシャンのジャクソン1とコラボを果たし大成功ミニアルバムなどを発表続々とヒット曲を出し続け6月にはグループ初の単独公演を3日間開催次第盛況に幕を閉じました9月23日には初のフルアルバムとなるナンバーワを発売し 10から12月にかけて宮城福井兵庫福岡。北海道愛知埼玉と全国7カ所を回るツアー。の予定が告知されました6日放送の日本。テレビ系音楽特番のジミュージック。で2024に出演を果たし総合司会で。旧事務所時代の先輩でもある嵐の桜井さん。との再会も買いましたは三優太。 酸素して岸優ユタさんの三人との再会に。久しぶりだなとつぶやきナンバーもこれ。に答えつつも少々照れくそうにお辞儀をし。テーマした三人はテレビ初披露のスクエア。一と平野さんプロデュースとしても話題の。ボンの二曲を披露し歌い踊る三人ネット。上には最高かっこいいかっこいいかっこ。 いいラフな衣装でで歌うナンバーアイも、めちゃくちゃかっこいい、かっこいいね。キレキレなどの小さな声が集まりました。平野志さ産神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんが、金プリから脱退する前のことですが高橋、さんが平野さんの名前を出しボーイズ、グループやダンスを盛り上げていきたいと、語ったこともありました女性誌編集者と、 いう話もあったり2023年3月発売の雑誌ダンススクエアで高橋さんはいろんな垣根を取っ払って日本初の坊主グループやアーティストをダンスを通してみんなで盛り上げていきたいショートもよくこういう話をしていますと話しており高橋さんは湘南で平野さんは名古屋で